イエリサベータカラジョルジェビチは、旧ユーゴスラビア王国の王族。同国最後の王ーペータル2世の、また10枚で、ユーゴスラビア王女の称号を有した。2004年のセルビア大統領選挙に出馬した。イエリサベータ王女のロイヤルモノグラムイエリサベータ王女の、紋章。イエリサベータは、ユーゴスラビア王国摂政宮であったパブレ王子と、その妻のギリシャ王女オルガとの間の、第三子。 少女として生まれた。兄に、アレクサンダル・パブロブ王子がいる。父が1941年に、国王ペータル2世によって、摂政の地位を追われたため、イエリザベータとその家族は、第二次世界大戦中、イギリス領ケニアに遊兵された。イエリザベータは母親を通じて、イギリス王室との親戚関係が深く、ケント・コエドワードよびそのテーマいとこ同士であるほか、 チャールズ皇太子及びその弟ーマイトもまた重視帝同士である。イエリサベータは1961年にアメリカ合衆国の副職業の経営者、ハワード・オクセンバーグと結婚し、二人の娘を設けた。長女のキャサリン・オクセンバーグは女優であり、俳優のキャスパー・バン・ディーンと結婚している。エリサベータは1966年に最初の夫・オクセンバーグと離婚し、 1969年にイギリスの銀行家、ニール・バルフォアと再婚して、息子を一人儲けたが、1978年には、バルフォアとも離婚した。その後、一時は、俳優リチャード・バートンと結婚するという報道もあった。そして1987年、ペリューの元首相、マヌエル・ウロアと三度目の結婚をしたが、ウロアとも1992年に離婚した。2004年、 イエリサベータは、元王家の者が、国政に関わるべきでないという課長のアレクサンダル、元皇太子の反対を押し切り、セルビア大統領選挙に立候補した。選挙の結果、イエリサベータの得票数は6万票余りで、得票率は2.1%であり、第6位に終わった。この時の選挙で大統領に選ばれたのは、セルビア民主党党首のボリス・タリッチであった。 イエリサベータは現在、元王族の帰国を許可したセルビアに帰り、王家の他の人々と同様にベオグラードに住んでいる。彼女はセルビア語の他、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語の5カ国語を話し、イギリス、アメリカ合衆国、セルビアの市民権を有している。ありがとうございます。